にちは、Gです。今回は外部ドライブのファイルシステムの話です。新しい 64GB SD をマウントしようとしたらエラーが表示される。じゃあ Ubuntu ではどうかな。マウントできる。これどういうこと？ 32GB までの SD は SDHC 規格、 64GB 以上は SDXC 規格になります。 SD を買った時 FAT32 でフォーマットされていますが、 64GB 以上の SD は XFAT でフォーマットされています。今回の OS の振る舞いは、ラズベリーパイ OS では XFAT はサポートされていないんですが、Ubuntu ではサポートされているということです。ラズベリーパイイメージャーやエッチャーで OS を焼くときは、自動的に FAT とエクステンション4のパーテーションが作成されるので、64GB 以上の SD でも問題なく容量いっぱいまで利用できます。要は OS ディスクとして SD を使用する際には SD 容量の問題はありません。しかし SD、USB メモリー、SSD などを外部ドライブとして使う際にはどうすればいいのか、これが今回のテーマです。はじめにラズベリーパイと他の OS の状況を確認してみましょう。標準ファイルシステムは Mac では HFS+、Windows では NTFS が長く採用されており、実績もあります。ラズパイに限らず、Linux では Extend 4 ファイルシステムが採用されています。実はラズパイは Mac や Windows でフォーマットした HFS+ や NTFS フォーマットの USB を読むことができます。ただし読み出しのみで、書き込みや変更はできません。話を戻して、 64GB 以上の SD をラズベリーパイ OS で使うにはどうすればいいのか。解決方法は3つ考えられます。1つはラズベリーパイ OS で XFAT が利用できるようになること。もう1つは 64GB 以上の SD でもFAT32 フォーマットができるようになること。最後は両方ともサポートすることで、もちろんこれを狙います。まずは XFAT フォーマットから始めます。 Ubuntu では XFAT フォーマットがサポートされているんですが、実は問題が残っています。 XFAT でのフォーマットができないんです。標準搭載のディスクを使ってフォーマットを試してみます。ご覧のようにマウントされた外部 USB は FAT フォーマットされています。フォーマットの手順に沿って XFAT フォーマットしてみたいと思います。タイプで Other を選ぶとフォーマットを選択できます。だけど XFAT が DIM になってて選べない。以前からこれは知ってたんですが、訳があって放置してました。あるソフトをインストールすればいいんですが、一緒に組み込まれるソフトのせいで不具合が起きるんです。少し前に Arch Linux のコミュニティサイトに有用な情報があって、試したところ Ubuntu でもうまく動作したのでご紹介します。まずはターミナルを立ち上げて sudo apt install xfat utils とタイプ。
続けて sudo apt remove expat fuse とタイプ。USB ドライブを XFAT でフォーマットしてみましょう。コントロールセンターでディスクを選択。ドライブを選んでドットアイコンからフォーマットディスクを選び、フォーマットをクリック。プラスアイコンをクリックして NEXT をクリック。適当なボリューム名をつけて Other を選択して Next をクリック。今度は XFAT が選択できますね。 Create をクリックしてフォーマット開始。三角アイコンをクリックするとドライブをマウントできます。フォーマットしたものを Mac でもマウントしてみましょう。大丈夫みたいですね。ディスクユーティリティで確認します。XFAT で間違いないですね。ラズベリーパイ OS にもインストールしておきましょう。ターミナルを立ち上げて画面のコマンドラインをタイプします。こちらは XFAT fuse を削除しなくても大丈夫なようです。先ほどの USB ドライブをマウントしてみましょう。うまくマウントされました。ラズベリーパイ OS では GParted というユーティリティで確認します。XFAT で間違いないですね。次は 64GB 以上の SD の FAT32 フォーマットの方法です。でも汎用性を言うなら FAT32 でいいのに、なんで XFAT にこだわるのか。 FAT32 だとファイルサイズが 4GB までという制限があるんです。 XFAT ならファイルサイズに制限はありません。いろいろ試して簡単な方法を見つけました。64GB 以上の SD を FAT32 でフォーマットする一番簡単な方法は、ラズベリーパイイメージャーのイレースを使う方法です。SD だけでなく USB や SSD の場合は、Mac のディスクユーティリティで FAT32 フォーマットできます。最後に、過去動画について訂正があります。11月12日に公開したグルービーゴリラを徹底検証の中で VLC がうまく終了できないトラブルがあるとご案内しています。その後の検証でこの問題は VLC の挙動に関するものと特定されましたので訂正させていただきます。正確には動画を開く際、右クリックで別のアプリで開くを選び、アプリを指定した際、デフォルトアプリにするがチェックされている場合、うまく終了できないようになることが分かりました。他のアプリでは同様のトラブルは発生しません。VLC 固有の問題です。このバグはゴリラだけでなく、マテでも発生することを確認しています。ご覧いただきありがとうございました。今回はファイルシステムのお話でした。
FAT という言葉が何度も出てきましたが、ファイルアロケーションテーブルの略で、決して脂肪とかおデブということではありません。また XFAT は、エクステンシブルファットの略で、決してエクストリームファットではありません。以上、誤解されないようお願い申し上げます。ではまた次回。